浦ウ,ウス駅は北海道川戸郡浦はザウス町和田浦ウス内にあった北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。浦ウ,ウス町の中心駅であった。かつては交換施設を持ち、札沼線の終点が石狩沼田駅だった当時は当駅で系統が分けられることが多かった。 2016年3月改正のダイヤでは、石川里東別駅東駅間の折り返しが5本設定されていた。東駅から新都津川方面への列車は1日1往復のみとなっていた。1976年の浦臼駅と周囲約750メートル範囲。左下が札幌方面。貨物取扱い廃止前で貨物ホーム手前には貨車が留置されている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名より愛ヌ語に由来するが諸説あり自然な説として裏ゆしペあるいは裏ゆし内の点火が考えられている廃止時点で単式ホーム一面一線を有する地上駅であった石狩東別駅が管理していた無人駅であった駅舎が新築された際に フレアイステーションと名付けられた。司会員が入居している。1976年時点では、相対式ホーム2面2線と、駅裏側に新突川型から分岐する、貨物積み下ろしあるいは留置用の側線、駅舎横の札幌側に串型貨物ホームと、引き込み線を有していた。それ以前には、駅裏側線の北側が木工所に接し、また、スイッチバック上に、 南側のドバイを越え伸びていた。この駅裏側線の南端は、本線とは合流せず、車庫に向かう日本の車庫線となっており、その外側には、転車台が存在した。これら若物取扱い廃止後に撤去され、現在では、当時の面影が全く残っていない。2020年5月7日の北海道、医療大学駅新戸塚駅間の廃止にあたって、同日未明に、 ホームに設置されていた駅名標が撤去された。ありがとうございます。